Go Buster! やあ、バスター、今日の砂漠は暑いみたいだね。わあ、目の前を見て。大きな山、頂上から煙が上がってる。あれは何？スポーツカーのリタだ。煙が出る山に向かって疾走してる。競争したいんだね。バスターとリタは一緒に砂漠を駆け抜ける。リタの方が早い。頑張れバスター、君ならできる。見て、バスターはあのランプを使ってリタの後ろからジャンプしてる。ふう、頂上までのレース楽しかったね。でも見て、あれは何？熱い溶岩？これは火山だよ。いつ噴火するかわからない。おっとバスター、あの石に気をつけて。ああ、溶岩に落ちていった。ふう、何も起こらなかったね。そんな、火山は噴火してるみたい。急いで二人とも逃げ出して。危ない、火山から火の玉が飛び散ってる。気をつけて。とっても熱いよ。しまった、リタが砂にはまってる。バスターは勇敢に新しい友達を助けに行くよ。よくやったねバスター。急いで離れて。早く早く。ふう、危なかったね。消防車のアシュリーだ。嬉しそうじゃない。火を消さないといけないからね。バスターとリタは黙ってる。火山を噴火させるつもりはなかったもんね。危なかった。だけどバスターに新しい友達ができたね。じゃあねバスター。じゃあねリタ。ひどい、バンディットバス、パトカーのオーティスを道から押し出したよ。でも見て、スーパーバスターだ。オーティスを助けて勝利するためにやってきたよ。オーティスは崖から落ちそう。でもバスターが飛んでいって助けることができる。オーティスは助かった。よくやったねスーパーバスター。スーパーバスターは飛び回って友達を助けることが大好き。やあ、熱気球のモンティ、動けなくなっちゃったみたい。わあ、スーパーバスター、レーザーアイビームでモンティを助けたよ。よくやったね。あ、またあのずる賢い悪者バンディットバスだ。悪さをしようとしてる。スーパーバスター、やつを見つけて止めるんだ。バスターはとても楽しんでる。スーパーヒーローになってマントをつけて空を飛ぶのが大好き。見て、バンディットだ。よくやったね、スーパーバスター。バンディットを見つけたね。しまった、バンディットは逃げようとしてるよ。スーパーバスターは飛んで追いかけてる。急いでバスター、逃がさないように。あと少し。君ならできるバスター。バンディットバスはとても速い。バスターはスーパースピードを使ってバンディットを捕まえるよ。そんなバンディットはバスターに挑戦してる。頑張ってスーパーバスター、君ならバンディットに勝てる。やったねバスター、勝ったよ。でもどうやらバンディットは君の助けが必要みたい。スーパーバスターはみんなを助けるんだ。またスーパーバスターの勝ち。見て、オーティスが帰ってきた。あのいたずら者のバンディットを懲らしめてくれるね。やった、スーパーバスターの勝利。バスターとロビンだ。バスターはチューインガムが大好きみたいだね。あれは何？瓶の中の手紙、なんだろう。わあ、宝の地図だ。バツ印が宝の場所だね。バスターとロビンは埋もれた宝を探しに行くよ。さあ、どこに行けばいいんだろう。桟橋がここで、見て、無人島だ。見つけたよ。そんな、海はサメでいっぱい。安全に渡る方法を探さなきゃ。見て、蒸気船のカトリーナだ。ビーチで動けなくなっちゃったみたい。押してあげれば海に戻れるね。
そうそう、バスター、よくやったね。よかった、ガトリーナは海に出られたね。でもしまった、穴がある。修理しないとカトリーナは沈んじゃう。バスターに考えがあるみたい。チューインガムで何をしてるんだろう。ああ、バスターはチューインガムで穴を埋めてるよ。とても賢いね、バスター。もうサメに襲われることはないね。さあ無人島へ到着。バスターは島に着いたよ。あとは宝物を探すだけ。ここら辺にあるはずだけど。あそこ、バツ印だ。バスターは穴を掘ってる。わあ、宝箱だ。見て、銀貨。バスターは何に使うのかな。見て、ビクリーはカトリーナの穴を直してる。あ、バスターは銀貨でディグリーにお礼をしてる。ディグリーは新しい友達のカトリーナを修理してありがとうって言ってるんだ。なんて楽しい冒険。さあみんな、魔法使いバスターのお話が始まるよ。バスのバスターだ。魔法の森を走ってるみたい。でも待って、道の脇にあるこれは何？呪文の本だ。わあ、これを使えばバスターは魔法が使えるね。見て、街の広場にスカウト、テリー、ジェシーがいる。バスターは魔法を使ってみるんじゃない？さあ何ができるかな。わあ、魔法使い帽子。バスターは本当に魔法を使ってる。バスターはテリーを手伝うのにどんな魔法が使えるかな。アブラカダブラ。わあ、花が伸びたよ。すごいね、魔法使いバスター。本の中には他にどんな魔法があるのかな。蜂の魔法。あ、見て、バスターはスカウトを蜂にしたよ。飛び回ってとても楽しそう。ジェシーも飛びたいみたい。どんな魔法がある。シャボン玉。いいね、ジェシーはシャボン玉の中に浮かんでる。よくできたね、魔法使いバスター。あ、見て、バスターはとても眠たそう。お昼寝の時間かな。あれれ、何か変だね。大変なことになってる。急いでバスター、全部元通りにしなきゃ。早くバスター。魔法は全部解けたね。でも友達はバスターのしたことに嬉しくなさそう。バスターは呪文の本を見つけた場所に戻してる。これで魔法使いバスターのお話は終わり。見て、スカウトだ。バスターもいるよ。鬼ごっこをしてるみたい。バスター何かを見つけたよ。わあ、迷路だ。スカウトが中に入ってる。さあバスター、スカウトを見つけて。スカウトはどっちに行ったんだろう。いた。二人は迷路の中をぐるぐる回る。バスター、次はどっちに行く。こっち。あ、見て、黄色いお花。綺麗だね。何度か曲がって、次はどっち。こっち。ちょっと待って、またあのお花だ。バスターは一周したんだね。来た道を戻ったら出口に着くかな。スカウトだ。スカウトも迷ってるみたい。わあ、バスターとスカウトはばったり会ったよ。よかったね。でも出口を見つけなきゃ。スカウトはバスターの上でバランスをとってるよ。出口が見えるかな。見つけた。さすがスカウト。二人は出口まで走る。でもどっちだろう。あらら、まだ迷ってるね。見て、タイヤの跡。これを出口までたどればいいね。よく思いついたね、バスター。またあのお花だ。あとちょっとで。やった、出口だ。チームワークのおかげ。
見て、スポーツカーのリタ、迷路の中へ走っていったよ。きっとバスターとスカウトが一緒に出口を見つけてあげることになりそうだね。やあ、バスター。おやおや、バスターはとっても気分が悪そう。やあ、スカウト。スカウトは一緒に遊びたいんだね。今日のバスター遊ぶ元気がなさそう。とても気分が悪いの。急いでスカウト、助けを呼んできて。かわいそうなバスター。誰でも時には病気になるよ。見て、バスターを見てもらうためにスカウトが救急車のアンバーを連れてきたよ。いい考えだね、スカウト。アンバーならバスターをまた元気にしてくれるはず。救急車のアンバーはバスターがガレージに戻るのを助けてるよ。バスターのどこが悪いのかアンバーに見つけてもらおう。まずバスターのタイヤをチェックするよ。あ、見て、このタイヤ空気が全部抜けてる。空気を入れなきゃ。ほら、入ったよ。バスターは少し気分が良くなったみたい。あれ、でもまだ少し元気ないみたい。あ、そうだ、温度計でバスターの温度を調べよう。良くないね、バスター。アンバーはバスターのエンジンを調べるよ。大変、バスターからオイルが漏れてる。それは気分が悪くなるはず。アンバーはスパナーで修理するよ。大丈夫、バスター、すぐ終わるよ。あと何回か回すだけ。はい、できた。よくやったね、アンバー。もういつものバスターに戻ったみたい。もう元気になったから遊べるよ、バスター。とても嬉しそう。これこそみんなが知ってる大好きなバスター。アンバーはもう帰る時間。バイバイ、アンバー。バスターのお世話をしてくれてありがとう。わあ、バスのバスターは急いでるみたい。どうしたんだろう。消防車のアシュリーだ。バスターはアシュリーの助けがいるんだね。すぐに助けに向かう。アシュリー、大変、家が燃えてる。アシュリーはホースを使って火を消せる。アイスクリームトラックのイギーが来たよ。ふう、アシュリーは火を消したね。ご褒美に美味しいアイスクリームを食べたらどう。あ、見て、列車のスーキーだ。丘の上まで急いで木の箱を届けてる。何が入ってるんだろう。パトカーのオーティスだ。箱の中身が安全なものか確認しなきゃいけない。何も問題なさそうだね。今度はブルドーザーのドーザーが道路で箱を運んでる。わあ、とても大きな丘だね。ドーザーは箱を離しちゃった。気をつけて、オーティス。あら、まあ、救急車のアンバーが来たよ。オーティスが大丈夫かどうか確かめてもらえるね。困った、オーティスのタイヤはパンクしてる。運がいいことにアンバーが今すぐ直してくれるよ。ジープのジェシーが丘を登ってる。気をつけて、箱が丘を転がり落ちてる。急いで、ジェシーは箱が小屋にぶつかる前にキャッチしないと。ふう、よくやったね、ジェシー。危機一髪。見て、箱はバスターにぶつかったよ。わあ、中身はクマのぬいぐるみだったんだね。ああ、よかった。やあ、バスター、ドライブにはもってこいの日だね。空には雲一つないよ。バスターは橋を渡る。待って、気をつけて、バスター。橋にひびが入ってる。そんな、橋が崩れちゃった。最悪の事態。橋がないとみんな川を渡れない。でも待って、バスターは何かを見つけたよ。木の板とテープ。バスターに考えがあるみたい。何をしてるんだろう。見て、バスターはたくさんの木の板をテープでくっつけたよ。よくできたね。ああ、木がバラバラになっちゃった。これはダメみたいだね。でも待って、誰だろう。蒸気船のカトリーナだ。手伝ってくれるかな。カトリーナとバスター2人一緒なら橋を修理できるかもしれない。よくやったね、カトリーナ。
これでバスターは木を使って橋を直せる。あれ、トラクターのテリーが川を渡りたいみたい。待たなきゃいけないことに怒ってるよ。心配しないで、バスターとカトリーナがチームになって協力すれば橋はすぐに直せるよ。バスターは橋を少しずつ修理してる。もっと強い橋になるね。しまった、バスターは川に板を落としちゃった。それでも修理は進んでる。もう少し、橋はもうちょっとで完成するよ。できた、最後の板、お疲れ様。これでテリーは無事に川を渡れるね。バスターとカトリーナ、よくできました。チームで協力すると楽しいね。二人のおかげで橋は真新しく見える。見て、ジープのジェシーだ。ケーキをもらったんだね。とても美味しそう。でもバスのバンディットが来たよ。何か企んでそう。そんな、ジェシーのケーキを食べてる。なんて悪い。かわいそうなジェシー。バスのバスターだ。バンディットはすごいスピードで走ってる。見て、バスターはスカウトと遊びに来たよ。プレゼントにサッカーボールを渡したんだね。スカウトは嬉しそう。あれを見て、ディグリーはカラフルなタワーを作ってる。あ、バンディットが来た。あの悪者、今度は何を企んでるんだろう。そんな、ディグリーのタワーを倒しちゃった。厄介者のバンディット。しまった、スカウトのボールを見たよ。バンディットはボールを盗んだよ。なんて意地の悪い。バスター、どうにかしなきゃ。かわいそうなスカウトはとても悲しそう。バスターは友達を助けたい。バンディットに立ち向かってボールを取り返すよ。バンディットはバスターの言うことは聞かない。今度はバスターをいじめてる。なんて悪者。でも待って、スカウトがバスターの隣にいるよ。ジェシーも助けに来た。みんなバンディットの悪さにしびれを切らしたんだね。パトカーのオーティス、アイスクリームを美味しそうに食べてる。おっと、バンディットはオーティスにぶつかったよ。オーティスはカンカン。ほらごらん、バンディット、みんなをいじめるからさ。これでバスターとスカウトとジェシーは安心して遊べるね。とても風が強い日の農場。見て、テリーはバスターに何か見せたいものがあるみたい。やあ、熱気球のモンティだ。テリーの昔からの友達なんだ。挨拶して、バスター。風船のように空中に浮かぶのはとても楽しいに違いない。でも風が出てきたよ。モンティが飛ばされてしまわないといいけど。そんな、ロープが切れてモンティが風に飛ばされてる。急いで、バスター、モンティを追いかけないとどこに行っちゃうかわからないよ。モンティはとても高いところにいる。どうやって下ろしてあげる。見て、ロープだ。バスターは何を思いついたんだろう。みんな急いで、先回りしないと。バスターは何をするんだろう。そっか、投げ縄。ロープで捕まえて、カウボーイ。あ、惜しい。でもモンティはまだ流されていくよ。モンティを救う方法はあるはず。バスター、何があったの。アイスクリームトラックのイギーだ。たくさんの風船をつけてるね。バスターの考えはきっと、見て、バスターは風船を全部自分につけて空へ飛んでくよ。その調子、バスター、君ならできるはず。モンティを捕まえるんだ。あとちょっと。あとちょっと、あとちょっと、捕まえた。よくできたね、バスター。危機を乗り越えたね。モンティはとても感謝してる。
モンティ今度はしっかりとつながれてる。あの風船のように飛んでいくことはないね。よくやったねバスター。やあバスター、また楽しい一日になりそうだね。あ、バスのバンディットだ。気をつけてバスター、ぶつかっちゃう。待って、どうしちゃったの？空中に浮かんでる。すごいねバスター。ん？飛べるんじゃない？わあ、スーパーヒーローになったね。とっても速い。スーパーバスターだ、ヤッホー。なんだろう、パトカーのオーティスだ。トンネルの中で何を探してるのかな。あ、バスのバンディットだ。何してるんだろう。また悪さを働いてるね。しまった、バンディットは石を落としてオーティスをトンネルに閉じ込めたよ。バスター助けなきゃ。バンディットを逃がしちゃいけない。あの石はとても重そうだね。大丈夫バスター、君はスーパーヒーローだからきっとオーティスを救えるよ。目から光。わあ、レーザービームだ。よくやったねバスター、オーティスはもう自由。さあ、悪者のバンディットを捕まえて。いたよ、また悪さをしてるみたい。気をつけてスカウト。かわいそうなスカウト。スーパーバスターが来たからにはもう逃がさない。バスター、バンディットをやっつけるんだ。スーパーバスターにはバンディットも及ばない。きっといたずらをやめるはず。バスター、あとはスカウトを池から助けるだけ。バンディットを見て池にはまってる。ああ、ただの空想だった。先生は呆れてるね。見て、バスのバスターと車のスカウトがサッカーをしてる。バスターがシュート、ゴール。よくやったねバスター。さすが。わあ、サッカーバスだ。大型バスのサッカーチームでプレーしてる。バスターにチームでプレーしないか誘ってる。でも、あらまあ、バスターは恥ずかしがってる。スカウトが説得してバスターはやってみることにする。明日は大きな試合。スカウトはバスターのことを誇りに思ってるけど、バスターはまだ緊張してる。その夜、バスターはガレージですやすや寝てる。バスターはバスのサッカーチームでプレーする夢を見るよ。試合は始まったけど、あらまあ、バスたちのプレーは荒い。バスターがキーパーになる。守ろうとするけど、ああ、サッカーバスたちはがっかり。かわいそうなバスター。一生懸命頑張ったのね。ただの悪い夢だった。でもバスターはチームでプレーすることがもっと不安。でもスカウトが精一杯応援するよ。バスターなら大丈夫。スカウトが分かってる。試合の始まり。ロビンが笛を吹いて試合が始まった。そんな、赤いバスが怪我をしたよ。もう試合ができない。バスターの出番。行くんだバスター、君ならできる。バスターがボールを蹴って試合が続行する。バスターはキーパーになるよ。青いバスがシュートして、バスターがブロック。よくやったねバスター、とても上手。やったー、楽しかったね。バスターとディガーは何をやってるんだろう。わあ、誰が描いたの。アイスクリームが食べたいんだね。ディガーなんて大きなアイスクリームコーン。あ、アイスクリーム売りのイギーが来た。バスターとディガーはイギーの助けを借りて巨大なアイスクリームを作りたいみたい。何があるかな。チェリー、とても美味しいよね。これにしよう。見て、たくさんのアイスクリーム。次は青いアイスクリームがいるよ。
ブルーベリー最高。とても美味しそうだね、バスター。次は黄色だから。バナナ持ってこいだね。まだ欲しいの？これを最後にしなきゃ大きくなりすぎちゃうよ。リンゴだ。きっと美味しくなるね。最後だよ。頑張って、イギー。アイスクリームちょっとぐらついてるね。気をつけて運んでね、ディガー。バスターとディガーが作った誕生日のお祝いを見せようと、ロビンがスカウトを呼びに来たよ。スカウト、ロビンについて行って。ハッピーバースデー、スカウト。今まで見たこともない巨大なアイスクリーム。おっと、ディガー、気をつけて、スカウト。危なかったね。さあ、ろうそくを消して、スカウト。じゃあ、みんなで食べよう。やっぱりアイスクリームは美味しいね。起きて起きて、バスター。また新しい一日の始まり。ちょっと待って、色がない。おかしいね、ロビンにさえ色がない。見て、ロビン、バスターが色を取り戻してくれたよ。よくやったね、バスター。あらまあ、あのアヒルの赤ちゃん悲しそう。色がなくなっちゃったんだね。バスターなら助けられるかな。さすが、色を取り戻したね。アヒルの赤ちゃんはとても嬉しそう。あ、見て、テリーの畑も色がない。バスターは何かできる？もちろんだよね、バスター。君には魔法のパワーがある。そんな、スカウトまで。さあ、バスター、スカウトの色を取り戻して。よかったね、スカウト。元通り。見て、バスターは色を変えることもできるよ。ボールが緑色になった。今度は紫。バスターは色の付け方をよくわかってるね。わあ、バスターがスカウトを虹色にしたよ。自分も虹色になった。虹色バスのバスター。またテリーだ。虹色テリーになった。畑を見て、小屋まで全部虹色だよ。すごいね、バスターは雲までいろんな色にしたよ。でも何か足りないね。その通り、虹。虹色バスは虹の上を走って消えていく。バイバイ。ああ、バスター、ただの夢だったね。外は雨が降ってる。がっかりだったね、バスター。待って、お日様が出てきた。やっぱり君は魔法が使えたね、バスター。見て、バスのバスターだ。気持ちのいい朝。今日は何をするのかな。あれは何？種？わあ、バスターは野菜や果物を育てるつもりだよ。バスターは野菜畑に行って説明書を読む。まず種を植える穴を掘らなきゃいけない。バスターは土を掘り始めたよ。あらら、これじゃ時間がかかりそう。でも見て、ディグリーだ。ディグリーなら助けてくれるね。掘るのが得意だもの。友達をいつも助けてもくれるしね。ディグリーならすぐに穴を掘ってくれる。ほらね、もうできた。バスターは穴に種を植えて、ステップ2を見る。お日様。種が育つためにはお日様の光がいる。でもあらら、今日は曇り。でも見て、熱気球のモンティだよ。モンティならきっと助けてくれる。ね、モンティが雲を向こうにやってくれたから、種から芽が出たよ。ステップ3。雨？またモンティの出番みたいだね。雲の上でジャンプして、完璧。あとは種が育つのを待つだけ。何日も待つと植物は大きくなる。ま
また天気のいい朝にバスターはカレンダーをチェックする。今日だ。見て、赤いトマト、オレンジのかぼちゃ、黄色いトウモロコシ、緑の豆、紫色のナスビ。よくやったね、バスター。バスターが育てた色鮮やかな野菜や果物を見て、友達と一緒に食べられるね。